レディパステルは日本で生産、調教された競争場、繁殖品場、第62回優秀品場の勝馬。その他の主な勝案に、中山品場ステークス、府中品場ステークスがある。一口種クラブの一つである、ロードセラブレトオーナーズの所有場として2001年1月8日、中山芝1800メートルの新馬線にて、旧車所属の加藤隆之を背にデビュー。 芝を2戦するも3着2着と勝ち切れず、ダートに変わった3戦目で、初勝利。続く、芝の500万下では、首差の2着。この結果により、デビューより手綱を握っていた加藤は、乗り換わりとなった。続く、大花賞前日のミモザ賞は、エビダーマサヨシとの新コンビで解消し、トライアルから、優秀品馬というローテーションで本番を目指すことが、決定した。 しかし出走予定のフローラステークスには、エビナとのコンビで、フラワーカップを買ったタイムフェアレディが戦役していたこともあり、エビナが帰場できず、横山のりひろも、ローズバドに帰場するため関東の有力機種が、いないという事態に陥った。そこで、陣営は、息子の耳の治療専念を理由に4月から、短期免許を取得し来日していたケントデザーモに、帰場を依頼。 デザー元の新コンビで臨んだ、フローラステークスは一番人気に押されたものの、追い分け光に届かず二着に終わる。そして迎えた本番の優秀品馬。大賀賞を圧勝したテイエムオーシャンが圧倒的な一番人気になる中、本馬は五番人気であった。レースでは、テイエムオーシャン直線で伸びず、直線一気にかけた本馬は、同じく後方から伸びたローズバドとの競り合いを、 首させして、初重賞がクラシック聖覇安城のデザーモは、外国人初のクラシック勝ちとなった。秋は、エビダー・マサヨシと、再コンビを組み、シオン・ステークスから指導し、勝利を収めた。テーム・オーシャント・ローズ・バドに次ぐ3番人気で迎えた、秋刊賞では、中段から伸びたものの外を回る展開で、テーム・オーシャンには届かず、 最後肩から据え、足を見せたローズバドにもかわされて3着。続く、エリザベス女王杯は、週刊賞で敗れた2頭に加えて、トゥザビクトリーとティコティコタックも出走するというメンバーとなり、コバ2頭を抑えて3番人気に押された。レースは、コバ2頭と、ほぼ同位置でレースを進め、直線では最内をついたが、4着に終わる。なお、本レースは着から着までが、 花はなくべくの大混戦であり、本場も総破タイムは、勝ち馬と同タイムであった。その後小馬になり、品馬戦線を中心に使われ、中山品馬ステークスや府中品馬ステークスに勝利した。またボバに混じり目黒記念で2着に入るなど、東京競馬場を中心に抗争をしている。2002年のエリザベス女王杯は3着、翌年のエリザベス女王杯も4着に抗争し、 同レースを最後に引退。2003年11月22日にオークスを制した東京競馬場で引退式を行った。生涯21戦ン一度も掲示板を外さず、馬券圏内を外したのも4度と、堅実な成績を残している。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。日本ではなくヨーロッパに繋ぎようされ、初年度、 2年目ともにロック・オブジブラルタルと交配され、共に大馬を出産した。その後三区は日本に輸入されたが、ヨーロッパ産のため外国産馬の扱いで2007年に初後のロードバロックが競争馬デビューし、2008年に初勝利を挙げている。3年目はモンジューと交配された後に日本へ帰国し、K.I. ファームでつなぎをされている。 2019年をもって繁殖を引退している。ありがとうございます。